加速主義の侵略者が、資本主義の侵略者が、偉大なるドイツの土地を狙っている、我々の祖先たちが築き上げた大地を、ドイツの労農兵士諸君に問う、諸君はドイツの最終的な完全なる勝利を信じているか？諸君は総力戦を望むか？諸君は必要とされるならば、我々が今、想像する以上の全面的で徹底的な戦争を望むか？我々は大陸ヨーロッパに残る唯一の民主主義大国として、自由のために戦わなければなりません。イタリアには欧州をすべようとする独裁者に対し、宣戦布告する義務があります。イタリアだけが、我々の自由だけが正義です。自由はイタリアと共にあります。自由の兵士たちはアルプスを越え、スイスとオーストリアの人々を解放します。彼らの独立を取り戻しましょう。ティチーノは併合しますが、いえ、我々はあの独裁者どものような、強敵領土拡張論者ではありません。これは帝国主義的領土拡張ではなく、自由を効率的に浸透させるための国境整理です。アルプスの山岳戦はやはり辛いですが、向こうも攻めづらいのは同じ。強制的に前線に送られたドイツの兵士と自由のために自ら戦うイタリアの兵士。我々の軍の方が士気は高く、何より絶対的な大義を持っています。自由、万歳。民主主義に万歳。イタリア軍は徐々に浸透し、美しき青きドナウを目指します。母なるドナウ。今やその流域は独裁国家で埋め尽くされています。この美しい川の流域に自由を取り戻しましょう。そしてまずはミュンヘンが陥落。万歳。平時にならないとこれ以上改革は進められません。ニッチ政権の改革は一旦中断です。ドイツを打倒した後に再開しましょう。ドイツの同盟国であるブラジルも大々的に援軍を送ってきており、フランスとイタリアの2正面でこれだけ耐えるのはちょっと聞いてないですね。ドイツは軍隊の質も工業力も人口もイタリアより上。しかし、自由のために戦うイタリア軍は決して根を上げません。多くの青年が自由のために死ぬことを厭わないのです。さあ、独裁者の軍を撃破し、ゲーテとシラーの国に自由を取り戻しましょう。反動独裁政権のユーゴスラビアがハンガリーに宣戦布告。その権威主義体制は許容できませんが、正直ありがたいです。ドイツ軍を引きつけてください。しかし、ユーゴはその後、イギリスに独立保障されている海峡委員会に宣戦布告。ユーゴはお亡くなりになりそうですね。バルカンにイギリスが手を伸ばしてくるのは厄介ですが、まあ民主主義国同士だし、戦う意味はないよね。ユーゴがイギリスによって併合され、ハンガリーが復活したので占領。東ではロシアとポーランドがやり合ってるみたいですね。軍事独裁と加速主義の愚かな戦いです。戦争開始から3年が経ち、この戦争の体制も決まってきました。これだけイタリアが押し込んでいるにもかかわらず、未だに反撃できてないフランスは何なんでしょうか？加速主義はもはやオワコンですね。いつの世も自由民主主義が勝者なのです。ドイツ軍の抵抗は激しく、イタリア軍は多大な存在を出しながらも追い詰めます。自由のために亡くなった者は多数。しかし、多くの人が自由を享受しているのです。民主主義のための戦いを、独裁者にしよう。かくして、ベルリンは陥落しました。軍が突入した時すでにゲッベルスは死んでいたようです。残念です。あの独裁者を軍事裁判にかけられないなんて、自由に対する罪は大罪です。独裁体制に組みした者たちは相応の罰を受けるでしょう。そして、独裁者を失ったドイツはイタリアによって解放されました。素晴らしい。東軍の占領統治を得た後、独立は回復されるでしょう。ドイツとの戦争により、何百万人もの死傷者が発生しました。中央の経済は大打撃を受け、多くの人が家を失いましたが、我々は自由を得ました。そう、自由を得たのです。イタリアを脅かす者はいません。自由を脅かす者はいません。加速主義は弱体で、おそらく自戒するでしょう。自由民主主義の勝利は確実だ。平和の時代を享受しましょう。戦争はもう終わりです。素晴らしい成果を収めた経済改革により、イタリアは世界の工場となりました。貿易を活発化させましょう。世界にメイドインイタリーを。ニッチ首相は改革の最終段階を進めていきます。そう、かつて記者会見で発表されなかった13個目以降の改革を。イタリアは王国です。しかし、自由に王は必要でしょうか？ニッチは国王に対応迫ります。都市国家の伝統を継ぎ、自由の気風あふれるイタリアに。伝統的で保守的で封建的な存在である君主は必要ない。国民には王政廃止を支持する者が増えていました。ニッチ政権を見守ってきたビットーリオ・エマヌエーレ3世もそれを認識していたのでしょう。彼は退位し、イタリア共和国の一市民となることを宣言します。兵隊王ビットーリオ・エマヌエーレ3世とその王太子ウンベルトが立法院で演説し、最後にこう叫びます。イタリア共和国万歳。こうして無血革命を成し遂げたイタリア共和国では海外領土を含む、すべての領土で18歳以上の人々に市民権が与えられました。リビア人、ソマリ人、コンゴ人、関係ありません。我々はすべて自由を愛し、価値観を共有するイタリア市民なのです。だからこれは同化政策ではありません。自由は全人類に受け入れられるべきなんですから。民族自決？知りませんよそんなもん。なんで我々があの邪悪なレーニンが唱えた議論に従わないといけないんですか。もちろん、女性にも参政権が与えられます。初めて登場するそこのあなた。例えば贅沢三昧の生活を送っている無能市長がいれば登場でノックアウト。素晴らしい、これこそデモクラシー。急進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 。急進党は素晴らしい。イタリアは連邦制になります。
本国にも海外領土にも高度な自治権を持つ州を置きましょう。すべての領有州が中核州になると書いていますが、実際は初期領土とフランス、リュメからイベント割譲された地域のみです。ドイツが中核化したらとんでもなかったんですけどね。こうしてイタリアは王国、共和国、連邦、と、国名が短期間で変わりました。まあ隣のフランスの府の字もない国よりはマシですね。キージ宮殿、イタリアの首相官邸で開かれるレセプションに、26歳で黒人のチャド知事であるアーメド・クーラマーラ氏と、先の大戦時の首相であり、御年80歳のシチリア知事、オルランド氏が、同僚として出席しているというイタリアの多様性を象徴するイベントです。イタリアの政治では誰にでもチャンスがあるのです。イタリア人は世界で最も幸せです。イタリアは世界中の自由主義を支援し、価値観を共有する国すべてと協力し合います。国際緊張を上げすぎているので世界中の民主主義国から嫌われてるんですけどね。我々は民主主義のために戦っているのに、イタリア式の民主主義を受け入れない国はすべて独裁国家です。さあ、我々のやり方で平和を守りましょう。平和万歳、自由万歳、民主主義万歳、兄弟愛あふれるイタリアは永遠です。いやー、すごくまともな国だったぜ。これでイタリアプレイも終了か。まだ、15個目の改革。最後の改革が残っている。フェルッチョ・パッリ。日系政権の閣僚の一人だ。ドイツと共産主義の脅威は去ったとはいえ、加速主義を唱えるフランスはまだ健在で、ロシアは拡張主義政策を取り、その国境を徐々に西へ移動させている。彼が日系にイタリアが置かれた外交状況を説明した瞬間、日系の顔は真っ赤になり、彼は怒りに震えていた。日系は落ちている棒を拾うとそれを引っ張ってへし折った。私は奴らを壊す。完全に。彼はそう言って歩き出した。その明くる日、議会での平和決議に反発した一人の男、ベネデット・クローチェ上院議員が日系の元を訪れた。彼は平和なんて馬鹿げた話で世界中で戦争が起きている。侵略に備えるため、もっと準備が必要だと日系に訴えた。日系はクローチェの意見に完全に同意した。我々の平和とは戦争によって平和を勝ち取ることであると。イタリアは独裁者によって破壊された欧州の自由を修復する責任があると。自由は復讐しなければならない。日系の大演説を聞いているうちにクローチェは気づいた。10年以上前、ローマでの戦い、社会主義者とファシストに対し、自ら銃を持ち、バリケードを破って進んだ時から、日程の中から自制心、そして平和への執着は消え失せていたのである。首相の記者会見が始まった。そして彼は15項目からなる急進党の綱領のうち、最後の一つについて語り出した。そこにかつて民衆が選んだ穏やかで安心感のある男性の姿はなかった。代わりに立っていたのは火のような男。鉄のような決意と妥協のない確信を持った男だった。我々はすぐに行動しなければならない。我々、そして世界の子供たちのために、手をこまねいている場合ではない。ヨーロッパは暗黒に覆われているのだ。イタリア共和国は自由を求める人々の希望を身にまとい、ヨーロッパの闇を永遠に浄化するだろう。前進せよ自由。前進せよ共和国。自由は復讐しなければならない。日系が発した怒りは瞬く間に国中の全てに広まった。全ての暴君にしよう。パリへ。モスクワへ。全員吊るせ。国中が怒りに震え、独裁国家の破壊を求めた。少なくともイタリア共和国はこの日生まれ変わった。自由という大義名分を振りかざす強敵な帝国主義者へと。自由、自由、自由、自由。それは人類全てに与えられた権利です。闇に覆われた大陸ヨーロッパで唯一それを保障する国家として、我々は全欧州を解放する義務があります。全ての過激主義にしよう。暴君にしよう。イタリアの自由の戦士が歩いた後に独裁者は残らない。全ての暴君がドイツの支配者のように吊るされるでしょう。堕落した権力者は全て破壊されます。社会主義に対抗するために、加速主義に対抗するために、そういった身のをかぶって腐敗した独裁政権を樹立する者も多くいます。イタリアが立ち上がったからにはウラルから大西洋までのそういった国家は消滅するでしょう。そして工場の準備です。我々には兵器が必要だ。まあすでに戦争経済だから意味ないんだけどね。ヨーロッパには数少ないながらなんとか生きながら得た民主主義国家があります。ちなみにこれに参加しない国は民主主義国であっても独裁国家とみなします。みなし独裁ってやつですね。ポルトガルとリトアニアが反ヨーロッパ同盟に参加しました。自由を守る同盟に万歳。さあ、準備はできました。解放戦争の始まりです。まずは西方にいる狂人。非現実国を自称する狂った国を粉砕しましょう。占領地のうち、イタリアとハンガリーが民主共和国として解放されました。イタリアのこのルートでは自動で占領地に傀儡国が樹立されていきます。だからあんまり国力増えません。悲しい。さあ、フランスとスペインから狂った未来を各芸術家ども追い出し、正常なる民主主義を再建しましょう。ちなみにフランスはイギリスとも交戦状態にあります。アルトーの未来にイタリアはいるかもしれませんが、イタリアの未来に加速主義者はいないのです。アルトー閣下はイタリアの裏切りにお怒りです。先の戦争で領土割譲を行い、平和を約束したというのに、ルパトロンの怒りの感情は我々に伝わります。なぜならアルトーは我々であり、我々はアルトーなのです。日系の独裁者に対する怒り、自由が迫害された怒りは、国民の端々に伝わっています。あれ？言ってることフランスと変わらない？いえ、我々が加速主義の独裁者と同質であるはずがありません。日系と共に自由を追い求めているだけなのです。
まあ5年前の戦争でフランスを一度破っていますし、前と違って明らかにイタリアが格上なのでこの戦争は簡単でしょう。そもそも彼らのオカルト的で全くもって合理的でない思想は、民主主義に対抗できるだけの国家を生むことはできないでしょう。さて、ロシアを筆頭に存在する反動的独裁主義者、旧秩序の権威主義政権を維持する彼らは東欧に多く存在しています。彼らも当然、破壊対象です。前衛共産主義者、まあ、ドイツはもうすでに破壊されましたが、未だに世界的に共産主義者は多く残っています。歪んだ正義を掲げ、恐怖を煽り、世界の解放のための革命を唱える。これってイタリア。いえ、共産主義は完全に殲滅し、二度と世界革命などと言えぬようにしよう。鳥は早速陥落。アルトーの姿は見当たりません。暴君を吊るせ。暴君を吊るせ。追いかけろ、追いかけろ。独裁者を許すな。無理な加速によって弱体化した国家はこのようになるのです。フランスの低堕落を見て多くの人々が加速主義を放棄するでしょう。自暴自棄な加速ではなく、絶望的な世界に向き合い、自由民主主義によって世界を変革するべきです。最後の抵抗拠点であるボルドーが陥落したことでフランスは降伏。アルトーは行方不明ですが、ナンジェッセは逮捕されました。加速によって破壊された自由はフランス革命の精神は再び復興するでしょう。そして占領地は解放されます。ドイツ、ワロン、フランス、ブルターニュが新たに傀儡。いえ、自由民主主義を支持する同盟国として解放されました。フランス革命の遺産も、1848年革命の遺産も、今、完全に復活し、自由を享受しています。ヨーロッパの自由に万歳。イタリアの新秩序に万歳。そしてスペインも政府。いえ、解放。西欧に自由が戻った。次は東だ。ポーランドを併合したロシアに宣戦布告。プロイセンとベラルーシの独裁政権にも宣戦布告しました。東欧には民主主義はありませんでした。彼らは自由を知らないのです。我々がイタリア式の民主主義を教え込み、自由民として教育する必要があります。ロシアは多くのロシア人を鉄道を使って移住させ、多くの地域の同化を進めています。そこでは少数民族は抑圧され、自由は常に迫害されているのです。リビア人やソマリ人を受け入れ、共に暮らすイタリアを見習ってほしいものです。分裂状態にある中国やインドの民主的政府に対し、支援を送るという案があるそうです。なるほど良い考えだ。アジアは遠く、イタリア軍が直接助けることはできませんが、支援を送るだけならばできます。イタリアは世界の工場なのですから、帝国主義者の侵略に苦しむ北洋政府に対し、支援を送ることは、世界の自由に貢献するでしょう。さて、ロシアと開戦してから1年と数ヶ月後、ついにかの国は降伏を申し入れました。ウラルに自由が届きました。ウラルに自由が届いたのです。ツァーリズムによって抑圧されてきたロシアの民に自由を与えましょう。列強によって分割されたポーランドに自由を与えましょう。北洋軍閥は日本に併合されたけどまあアジアは関係ないよね。次にイタリアはバルカンの軍事国家軍の討伐に向かいます。民主主義は常にジャスティス。ジャスティスなんです。海峡委員会というイギリスの暴虐によって設置された植民地統治のための国家。イギリスは植民地主義から抜け切れておらず、どうしようもない抑圧国家です。すなわちイギリスはイタリア基準の民主主義ではない。彼らに本当の民主主義を教えてやりましょう。ということでイタリアは海峡委員会及びトルコに宣戦布告。海峡委員会に独立保障していたイギリスが参戦します。民主主義国であっても腐敗した民主主義国は殲滅されるべきです。バルカンの一部の地域はイタリアに併合される必要があります。これは民主主義のための国境整理です。自由のための国境整理です。決して帝国主義的行動ではありません。我々はバルカンから英軍を追い出しました。今度はブリテン島を目指しましょう。腐敗した国家であるイギリスの兵士たちはイタリアに標準しています。本土を守る兵士は全くおらず、楽々上陸。イギリス人もイタリア支配を求めているのでしょう。一方、シベリアではアナキストのゼルトロシア自由地区が、我らが同盟国ロシア共和国に宣戦布告。アナキストは自由を唱えていますが、実質的に共産主義者と変わりません。彼らは権威を否定しながらも権威に溺れているのです。イギリスに標準する堕落した民主国家オランダを攻撃。ブリテン島は陥落寸前であり、西欧の完全平定はすぐでしょう。イギリスの近権民主主義とイタリアの正統民主主義の戦いは、イタリアの完全なる勝利に終わりました。ヨーロッパの中心は古代からそうであるようにローマなのです。ロンドンもパリもベルリンもローマの民主主義に従うべきです。イタリアの海外領土も広大なものとなりました。もちろん全てがイタリア人であり、市民権を有しています。アフリカは独立させないのか、などという人もいますが、彼らは近代国家を作ったことがなく、民主主義のノウハウもないため、先進的なイタリアの下で自由を享受する方が圧倒的に幸せになるはずです。ユーゴスラビアは民族や宗教の違いを受け入れられる国家ではありませんでした。そのために内部紛争が絶えなかったのです。しかし、イタリアならば、宗教も民族も関係なく統治することができます。エチオピアは小国分立状態にあり、明らかにイタリアに統治されるべきです。そもそも第一次エチオピア戦争でイタリアに併合されていればこうはならなかったのに、イタリアはエチオピアの民族すべてを同胞として迎え入れる準備があります。この世界に残された最後の共産主義国であるブラジルにもとどめを刺します。非人道的独裁政権を許すな。え？エチオピアは降伏寸前ですよ。野蛮で自由を認めない先制エチオピア。という名目でこれを使うんですね。
はい、自由のために、平和のためにデータが必要だと。では、アディスアベバに投下します。平和の証です。自由の証です。極悪非道なる社会主義国家デンマークに自由をもたらしましょう。速攻服。素晴らしい。自由爆弾を使いながらシベリアの悪路を進みます。これはゼルトロシアが一番時間かかりそうですね。ブラジルの自由化を完了。我らの同盟国となりました。エチオピアはイタリアの下で自由の道を歩みます。補給改善のためロシアの大地のインフラ整備をしていたらロシアを併合できるように。サーリズムによる圧政を受けてきたロシア人は民主主義を知りません。彼らをイタリア人として迎え入れ、イタリアの下で自由を享受していただきましょう。ゼルトロシアが降伏し、この世からロシアという名の国家は消滅しました。でも安心してください。ロシア正教会もその他のロシアの文化も、イタリアの下で生き残りますから。ロシア人はイタリア人です。これで我々の戦いは終わりました。欧州の大地が廃墟まみれになり、そこら中に弾丸の跡があります。何百万人死んだのでしょう。しかし、イタリアは勝利したのです。欧州に救う闇を取り除いたのです。ヨーロッパに平和が訪れる。日程と共有してきた怒りを鎮めましょう。我々はやり遂げたのです。日程はドイツ北部、キールを訪れていた。同地では戦争により壊れたキール運河の復興作業が行われていた。日程は自分の選択を後悔してはいないが、その代償をもっと低く抑えられたのではないかと毎日のように思っていた。経済は低迷し、文化財は失われ、欧州の国々は尊厳と目的を失った。目の前の光景が全て自分の命令によるものだと思うと。ドイツ人の技師が日程に敬礼した。ヘルマン・カストークというのが彼の名らしい。日程は罪悪感を拭うかのように彼に約束した。失われたものを全て取り戻します。全て10倍になって帰ってくることを誓います。カストークは答えた。あなたがそうすることは分かっています。そう信じていなければ、私たちがここで腰を折ることもないでしょう。その一言で日程に安堵感が押し寄せた。解放戦争に対する疑問そして自己嫌悪が払拭されたのだ。本当に価値のあるものだったのだ。本当にそうだったんだ。欧州の再建には何年かかるかは分からない。多くが廃墟になったし、イタリアを新たな帝国に過ぎないと考える者もいる。イタリア連邦は欧州の自由の理想を損なうことなく、欧州を導くことができるのか？多くの者が疑いの目を持っているが彼ならばやってくれるだろう。フランチェスコ・サベリオ日程ならば必ず。